渋谷駅と横浜駅を始終点とする東横線。東京横浜線の名の通り、横浜地域と東京副都心を結ぶ役割を担ってきました。かつては渋谷から横浜の輸送をほぼ独占していましたが、湘南新宿ラインの登場でその地位は大きく揺らぐことになります。圧倒的な速さとグリーン車を持つ湘南新宿ライン。JR の宣戦布告を受けて、東急は東横線のダイヤを大改造。他社も巻き込んで徹底抗戦の構えを見せました。東横線の歴史。それは東急と JR の戦いの歴史。今回は東急と JR の競争関係を軸に、東横線の優等列車の歴史、JR との熾烈な競争、そして相鉄直通、蒲蒲線へつながる未来の東横線像について解説していきます。第6章。意外と複雑。東横線優等列車の歴史。東横線には現在、5つの種別の列車が走っており、停車駅の多い順に各駅停車、急行、通勤特急、特急、Sとレインが設定されています。また、種別とは別に F ライナーや東横特急などという愛称も聞いたことがあるでしょう。どの種別も時代に合わせて設定されたもの。これまでのおさらいも兼ねて、東横線の列車種別の歴史を見ていきましょう。1926年の開業当初、東横線には各駅停車しかありませんでした。急行が設定されたのは1935年のことです。当時の急行停車駅は渋谷、学芸大学、自由が丘、田園調布、新丸子、日吉、綱島、妙蓮寺、丹町、横浜、桜木町。現在とはかなり異なる停車パターンになっています。戦争が本格化してきた1941年に急行運転が一時的に停止。終戦後の1950年に急行運転が復活しますが、わずか2年で架線の昇圧工事を理由にまた中止になります。1955年、工事の完了とともに急行運転が再開されました。この時急行停車駅の見直しが実施されます。再設定後の停車駅は渋谷、学芸大学、自由が丘、田園調布、武蔵小杉、日吉、綱島、菊名、横浜、桜木町の10駅。これにて現在の急行停車駅の土台が出来上がりました。1955年4月の急行新設当時は日中のみの運行。同年10月より終日運転に拡大されています。朝ラッシュ時のみ急行も菊名から桜木町は各駅に停車していました。翌年の1956年10月1日からこの措置は停止され、全列車が菊名、横浜、桜木町のみの停車に統一されました。1964年の日比谷線直通開始に合わせて急行の中目黒停車を開始。目黒線開業の2000年には東急多摩川線との接続を加味して多摩川駅が追加され、現在に至っています。2001年、湘南新宿ラインの対抗策として特急を新設。この時の停車駅は渋谷、自由が丘、武蔵小杉、菊名、横浜、桜木町の6駅でした。2003年3月19日に日比谷線直通運用の減少と周辺の開発に伴う需要増加を加味し、中目黒が特急停車駅に追加されます。同日に新しい列車種別がもう一つ誕生しました。通勤特急です。通勤特急はその名の通り通勤需要を鑑みて作られた停車駅数の多い優等種別。この時はまだ特急停車駅に日吉を追加したのみでした。登場時の2003年から一部の特急を徐々に置き換えていき、2008年までに平日の朝ラッシュ時間帯と夕方から終電までの全ての特急が通勤特急に置き換えられています。2004年2月1日、港未来線開業。高島町と桜木町が廃止となり、港未来、元町中華街が特急、馬車道、日本大通りが通勤特急及び急行、残りの新高島が確定のみの停車駅になりました。2006年までは列車の出入庫の都合上、元住吉を始発、終着とする特殊な急行が存在していましたが、同駅の高架化に伴う廃線変更により運行不可に、同年9月24日をもって元住吉発着の急行は日吉、もしくは武蔵小杉発着の急行に置き換えられました。
こうして平日昼と休日は特急、ラッシュ時と夜は通勤特急、その間を縫って急行と各停が走る現在の東横線のダイヤパターンが完成したのです。これとは別に東横線のブランド力向上を目的とした列車種別や愛称もあります。東横特急、F ライナー、S トレインです。まず、東横特急はその名の通り東横線を走る特急すべてのことを指します。つまり、種別ではなくブランド名です。特急運行開始から3年後の2004年から使用されています。今は F ライナーの登場により影が薄い存在になっていますが、現在でも東横線の車内で東横特急のアナウンスを聞くことができます。F ライナーは元町中華街から西部、東部まで直通かつ全ての線区で速達となる列車の愛称です。こちらも種別ではなくブランド名。F は地下鉄の副都心線、五社直通の5、速達性のファストを表しています。港未来線、東横線は特急、副都心線は急行で走り、西武池袋線に入る場合は快速急行、東武東上線に入る場合は急行として運転されます。それ以外の運転パターンは F ライナーにはなりません。F ライナーの付与ルールは意外にも厳格で、東上線内で急行より上の快速急行を用い、和光市より先は副都心線急行、東横線特急として運転される列車がありますが、この列車は F ライナーの愛称はついていません。また、F ライナーは通常10両編成の車両が使われますが、緊急時のダイソーで8両編成の車両が使用された場合も F ライナーにはなりません。そして、S トレイン。2016年より西武が主体となって運行している座席指定列車のことです。西武の4万系が専用に使用されています。S は用途のシーン、座席のシート、直通のシームレスの頭文字です。平日は通勤特急として小手差から有楽町線の豊洲、休日は観光特急として西武秩父から元町中華街の間を走行しています。これまでの F ライナーや東横特急と異なるのが S トレインは種別でもある、ということ。東横線内では渋谷、自由が丘、横浜でだけ客扱いを行う特急より上位の列車として設定されています。以上のことをまとめると、列車種別として設定されているのが各駅停車、急行、通勤特急、特急。特急の愛称として設定されているのが東横特急と F ライナー。種別兼愛称として設定されているのが S トレインとなります。直通先の車両だけでなく、列車種別も豊富。それも東横線の大きな魅力の一つなのです。第7章。プライドをかけた戦い。東急 JR の東横間輸送戦争。ここまで東横線の列車種別の歴史を見てきましたが、お話しした通り東横線に特急が生まれたのは2001年のこと。そのきっかけには色々なものがありますが、JR 湘南新宿ラインの登場は特に大きな影響を与えました。まず、話をわかりやすくするために、20世紀末までの横浜から副都心を結ぶ鉄道の状況についてお話ししておきましょう。東横線の優等列車は長らく急行のみでした。23駅中12駅が停車駅で、通過駅より停車駅の方が数が多くなっていました。特に、自由が丘から多摩川、日吉と綱島は連続して停車しており、その他の区間でも一つ飛ばしにしか駅を通過しないことが多く、東横線急行は長らく各駅停車と揶揄されていました。この各駅停車状態は2001年まで続いてきましたが、当時、渋谷から横浜のシェアは東急が圧倒的。国鉄及び JR にも貨物線を利用した横浜新宿間の列車はありましたが、あくまで臨時列車や特急が細々と走るのみで、東急にとっては特に脅威ではありませんでした。これを見かねた乗客からもっと早い列車種別を作ってくれとの要望が入るように。加えて目黒線の開業による東横線ダイヤの余裕化が見え、優等列車の増発をしやすい環境になってきました。こうして、急行より早い列車種別を作る環境が醸成され、東急は特急設置を検討し始めますが、その動きはライバルの登場により一気に加速します。時を戻して1985年、国鉄に新しい路線が開業しました。埼京線です。元は東北、上越新幹線のバーターとして建設された路線ですが、川越から池袋を結ぶ路線として一躍人気路線となりました。貨物線を旅客転用する形で新宿、恵比寿、大崎、そして臨海線へと運行範囲を拡大していきます。
ですが、埼京線はとてつもない混雑路線になってしまったことから、同線を引き継いだ JR 東日本は抜本的な輸送改善を模索し始めます。同時期に JR 東日本は別の悩みを抱えていました。横浜から新宿間の乗客のシェアについてです。前述した通り、横浜から新宿、特に渋谷までのシェアは東横線が圧倒しており、JR は全く立ち打ちできていませんでした。そこに目黒線完成による東横線のダイヤ余裕化が迫っており、JR 東日本も東横線特急新設の情報を掴んでいました。ただでさえ東急に圧倒されている中、特急新設をされてしまえば JR の横浜新宿間のシェアは絶望的になってしまいます。埼京線の混雑緩和と横浜新宿間の乗客ダッシュ。この二つの命題の解決策を話し合った結果、旅客化した東北貨物線、山手貨物線、品格線をフル活用した東北本線と横須賀線、及び高崎線と東海道線の直通運転構想へと至ったのです。2000年秋に JR 東日本は湘南新宿ラインにつながる大宮新宿横浜ルートの構想を発表。2004年の開通を目標としました。東急にとってこれは宣戦布告に他なりませんでした。JR の発表を見た東急も動き出します。半年も経たない2001年2月、東急は東横線の特急の新設を正式発表。翌月3月のダイヤ改正より東横線特急の運転を開始します。これを受けて JR は同年9月に湘南新宿ラインの運転開始を2001年12月1日にすると発表。本来であれば2004年からの運転開始だったのが、およそ3年分早まることに。明らかに東急を意識した前倒しでした。老舗の東急、新生の JR。お互いのプライドをかけた東横間輸送戦争が始まったのです。まず、湘南新宿ラインと東横線特急の登場当初、有利に動いたのは東急でした。もともと2004年に開業するはずだった湘南新宿ライン。3年早い開業になったため、駅の工事が全く間に合っておらず、開業当時、新宿より南に行く列車は日中の25往復だけでした。さらに言えば主力となるはずの E231 系の配備も間に合っていません。JR は E231 系のほか、車両特性も性能も異なる211系や115系、215系、E217 系を寄せ集めて開業前倒しを乗り切ろうとしました。これを見て東急は逃げ切らんとばかりに運賃の安さと本数の多さをひたすらアピール。車両には特急のヘッドマークをつけ、イメージキャラクターとしてサザエさんを起用する超本気の PR 作戦を繰り出しました。東横線世田谷区走らないからサザエさん関係ないだろ、なんてツッコミはなしです。しかし、湘南新宿ラインも負けてはいません。2002年の埼京線大崎延伸に伴い湘南新宿ラインも大崎に延伸。夕方と夜の時間帯にも湘南新宿ラインの列車が設定されました。2004年、JR の池袋駅と新宿駅の改修工事が完了。本来目的としていた車両の E231 系への統一も達成。同年10月16日をもって湘南新宿ラインは完全体となり、ついに朝ラッシュにも殴り込んできました。JR 東日本は各駅に湘南新宿ラインをアピールする広告を掲出。列車の増発、同区間の所要時間短縮、全列車グリーン車付きで乗客を呼び寄せます。その5日前、東急は東横特急の愛称を設定し、PR 作戦を展開。東横特急にブランド力をつけさせ徹底抗戦の構えを見せます。ちなみに、両社が乗り入れる横浜駅の相鉄ホームには一時期 JR 湘南新宿ラインと東急東横線の広告が並ぶ光景が見られたそうです。しばらくは膠着状態が続きましたが、また状況を変える出来事が発生します。東横線の副都心線直通です。もともと湘南新宿ラインから見た東横線との競合区間は横浜から渋谷まででしたが、副都心線直通によってその範囲が池袋まで伸びます。そもそもすでに副都心線とも渋谷から池袋の間で競合していたわけですから、東急とメトロが一体となって襲ってくるのは脅威以外何者でもありません。これに合わせて JR 東日本は早いぞキャッチコピーに湘南新宿ラインの宣伝を再展開。一方で東急は早い、だけじゃないと完全に殴り返し、安さと本数、沿線の魅力を武器に JR に対する優位性をアピールします。
両者とも激しい利用客の奪い合いを展開しました。2016年には東横線陣営にて速達直通列車の統一愛称として F ライナーが誕生。列車種別を一つの愛称にまとめることで、ブランド力の強化を図りました。現在、湘南新宿ラインは路線網の広さと速達性、15両の輸送力、東横線は直通と運賃、列車本数の多さが売りとなっており、どちらが優位、というわけでもなく、程よい競争状態を保って現在に至っています。2019年には相鉄と JR 埼京線が直通運転を開始。一部の埼京線の列車が武蔵小杉駅に入線するようになり、本数の少なかった同駅の列車本数の補完に成功しました。2023年3月より相鉄直通に東急が参画。プレスによれば東武東上線の新横浜方面の乗り入れも計画されています。JR から見れば、相鉄から川越にかけて新たなライバルが登場することになります。東急と JR の戦いは新たなフィールドへ突入するのです。また、JR は2029年開業に向けた羽田空港アクセス線の建設を進めていますが、東急も新空港線として羽田空港連絡線の事業化を目指すと明言しています。羽田空港アクセス線の構造上、大幅な本数を確保できない JR にとって東急の参入は新たな危機。湘南新宿ラインとは反対に、JR は東急から殴り込みをかけられることになります。東急と JR の白熱バトルはまだまだ続いていくのです。今の東横線の速くて便利な列車ダイヤ。その裏には今も続く JR とのプライドをかけた戦いがあるのです。最終章。相鉄、新幹線、羽田空港。未来の東横線の姿とは？ここまで開業から現在に至るまでの東横線の姿を見てきましたが、最後に未来の東横線は一体どのような姿になるのか、東急が書いているビジョンを見ていきましょう。まず、一番の目玉となるのが相鉄直通です。日吉から南に線路を伸ばし、新綱島、新横浜を抜け羽沢横浜国大へ接続。相鉄線へ入線します。開業時期は2023年3月。日吉から羽沢横浜国大までの工事も大詰めに入っており、東急相鉄双方の車両整備も着実に進められています。相鉄側では東横線直通用に2万系を用意。東急側でも相鉄直通対応工事を済ませた5050系が登場し始めました。プレスによれば東武東上線も新横浜方面に乗り入れるとのこと。新横浜線が開業すれば、目黒線も合わせて7社14路線の広大なネットワークが誕生します。また、相鉄線内に東急車が入線するとなれば、JR 埼京線の E233 系との離合も日常風景になります。埼京線も相鉄線内から川越まで競合する路線の一つ。東急と JR 東日本の間に、また新しいバトルが生まれるかもしれません。相鉄直通の陰に隠れがちですが、東急が新横浜駅に入線することも大きなポイントです。現在、東横線から新横浜駅に行く場合は菊名で JR 横浜線に乗り換える必要がありますが、新横浜線の開業で直接新幹線にアクセスできるようになります。これは東急にとって大きな強みになるでしょう。また、東急は2021年5月に発表した中期経営計画において、東急線と羽田空港をつなぐ新空港線の早期実現についても言及しました。新空港線は通称蒲蒲線と呼ばれるもので、蒲田駅と京急蒲田駅の断絶を解消し、そのまま京急線に乗り入れて羽田空港に直接アクセスできるようにする計画です。東急多摩川線に東横線や目黒線の車両を乗り入れさせる計画となっており、実現すれば東急とその直通先が羽田とつながることになります。もちろん、東急と京急では線路幅が異なりますし、東急が京急の競合相手になることもありえます。京急もそう簡単に首を縦に振れるものではありません。ですが JR の羽田空港アクセス線の建設が決まり、不確定要素も多くなってきました。東急が新空港線の事業計画を策定した以上、様々な動きが出てくるでしょう。他にもワンマン運転や有料指定座席新設の可能性も提示されており、東横線はこれからも東急の稼ぎ頭として、着実に進化を続けていくのです。以上、東横線の概要とその歴史の解説でした。後藤啓太が東急の外述べた路線、東横線。現在はメトロ、西武、
東武、横浜高速と手を結び、相鉄への進出も予定されているやり手路線になりました。21世紀になって湘南新宿ラインというライバルが出てきましたが、特急を設定することで東横間の輸送を守り続けました。それは東急が見せた意地とプライドでした。東横線には東急、東京私鉄、そして南関東の鉄道の歴史が詰まっているのです。さらに羽田空港への進出も視野に入れており、その事業領域はどんどん広がっていきます。後藤啓太の想像を超えたマンモス路線。それが東横線なのです。これからもきっと東横線は東急のフラッグシップとしてあり続け、発展し続けていくことでしょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。